ワイルドスピード X3、星1。大人気カーレース映画の第3弾、頑張って時系列を追ってみよう企画中。高校生役のイケメソアメリカ人の素行が悪いので親父の住んでいる日本に送られたが、そこでも素行の悪さからカーレースにどっぷり浸かる。今回のテーマは峠とドリフトなのでお得意のニトロは出ないし日本というお国柄、爆発もなければハイウェイをかっ飛ばすこともしないのでいまいち迫力に欠ける。これは日本は規制と規律、労働者の利便性を重視する国だからこの手のエンタメの撮影場所としては不適当な場所なのぜ。わざわざこんな不適当な場所で縛りプレイをする必要がないのぜ。出てくる賑やかし役の人族のメスがメインから賑やかしに至るまで器量が悪くアジア人のメスってこんなにオブスだったっけ?と思えるキャスティング。メインのメスも残念クオリティなので20分の1の車式のオスのドリフト決めたらモテモテだぜといった幻想を補充してくれる要素は少ない。何よりもサブキャラとヴィラン役が韓国人でありこれならわざわざ日本を舞台にする必要がなく韓国を舞台に映画を作ればよい。韓国人の役者が嫌いだとか日本人の役者を使えみたいなナショナリズムを言いたいのではなくて、わざわざ日本を舞台にする必要がないだろって言いたかったのぜ。日本の学校に通わすとか妙にしっかり日本文化を形にしているので外人枠の年齢の浮きっぷりやコスプレ感、違和感がパない。外人が日本を舞台にするなら日本にリサーチとかしないで空想上の日本を想像して映像に落とし込んだ方がいいのぜ。その方が映像も映えるし違和感が違和感じゃなくなるから見てる方も楽しいのぜ。息切れ感がいなめないここらで休憩の作品。最後になぜかこの映画は敵の色を NTR 帯っていう欲求を持っている主人公が多いのが意味不明すぎて笑える。ワイルドスピード2でも3でもなぜか中古の商品を欲しがるのぜ。探せば新品で企業の良い商品は腐るほどあるのぜ。